俺の彼女世界一可愛い。まあ彼女いないけど。どうも、コマトルです。とんでもない企画を思いついてしまった。全員が戦慄するような企画さ。というわけで今回やる説はこちら。トランクに武器たくさん乗せてこっそり C4 を忍ばせておけば武器しか目いかずサイレントキルできる説。緊張します。クソ企画やんけ。出た。今クソ企画やんと思ったでしょ。俺も思ってるから安心してくれ。なんかこれで殴りてえな。ほらてめえ、ゴブリンバット指全部いってやるからな。敵やつ足から崩すんや。あっ、ついに会えたな、クソガキ。もう今まったら今ボコボコにしちゃっから、まずは登らなきゃ始まんねえ。まずは登らなきゃ始まんねえ。まずは登らなきゃ。来た来た来た。お前がいなきゃ始まんねえ。しょっぱなからこれは乗ってるわ。早速企画成立やんけ。よし、都会来たな。こんなもん乗せてから行きゃいいの。というわけで早速武器捨てまーす。おい、完璧。あれ武器は何、どこに反応してる。あら、几帳面。やかましいわ。これどういったらどうなんですよね。もう誰ここにしてたの。トランクに積んであげるから。もうまた OK。 もう嫌なも見えたよね。これ動かしたらどうなんの。知ってた。マジでいいこと思いついた。だよね、だよね。あ、車が時間持つのは計算外。というわけで今回の企画はこちら。激戦区の中心で浮いた銃見たら武器にしか目いかず足元の C4 に気づかない説。検証します。完璧。あとは C4 それだけ。おら、あ、結構ずれたけどニアピンやろ。え、 C4 下手すぎ。あとは待つだけ。誰も来ない。全然来ねえじゃん。招かれたら客や。やばいやばい、逃げなきゃ。おいおいおい、先に銃見つけてくれよ。おい、掃除先に狙うのはなしやろ。ガンダムガン無視してコックピットのアムロ口出しにするようなもんよ。それはルール無視やろ。マジぶっ殺しに来てる。なんでこっからどうすりゃいい。あ、撃てばいいんや。武器置いてきたんだ。浮いてた。さっと取って振り返ってバンや。間に合った。え？一人じゃない。痛恨の取り水。さすがクソタコ舐めくじ。え？何してたんや。マジでここの住人だった可能性。企画の邪魔すんなよ。ただただ荒野やってるお前とは違うんだよ。これ終わっても明日動画開けないかんから今から相当の編集なんじゃ。散々手榴弾で沈められてきたからな。前の動画の特訓が実った。地球もろとも宇宙の塵となれ。うひょー、やばい、あと一個。 OK、 大体捨てた。あれ、銃乗ってなくね。気のせい気のせい気のせい。もうこれでいいや。というわけで今回の企画はこちら。激戦区の中心で銃見たら武器にしか目いかず足元の C4 に気づかない説。検証します。さあ、来いや来いや。なんでもないようなことが幸せ。誰も来ねえじゃん。来た来た。銃あるよ、銃あるよ、銃あるよ。え、はいや、ガン無視やんけ。ワイルドスピードでしか見たことないわ、あの速度。次来たら乗ってたも爆破したる。来た来た来た。
くたばれ。ワイルドスピード2上映しただけ。もう回収しよう。おお、人いるね。怖っ。ただ撃たれて死ぬのはマジ勘弁。ただただ撃たれて。チャンスチャンスチャンス、ピンチピンチピンチ。結構来るね人。ただみんな銃の方全く見ないね。やっぱバレたかも。よかった、バレてなかった。バレてた。リトルウェイト。お、助かったぜ。ただよ、ここで行かなきゃ男じゃねえよな。男は捨てるぜ。結果発表。みんな必死。浮いてる銃なんて見たり余裕ない。以上、コモトでした。チャンネル登録お願いします。Twitter フォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。Twitter で企画の参加募集するので、ぜひ Twitter フォローしてくださいね。